石岡市立中央図書館は、茨城県石岡市若宮一丁目にある公立図書館。1889年に開館した市立図書館を起源とする茨城県では最も長い歴史を持つ図書館である。また、この図書館よりも早く市立図書館として設立され、公立図書館として現存するのは日本で2巻だけである。2017年に子供向けの図書館、 子供図書館本の森を解説した。中央図書館は、鉄筋コンクリート地上3階建てである。敷地面積は1134平方メートル、建築面積は658平方メートル、延べ床面積は1521平方メートル。子供図書館本の森は、石岡市立中央図書館の脇に設置された、児童書専門の図書館。 子供専門の図書館としては、茨城県で初めてである。2017年4月1日に開館し、建物は軽量鉄骨造りプレハブ1階建てである。事業費は約8000万円で、建物は5年間のリース契約である。休館日は中央図書館と共通であるが、開館時間は曜日にかかわらず9時から17時までで、ある。中央図書館1階にあった、 自動書コーナーは約90平方メートルに約2万冊を配下していたため狭く吹き抜け構造であったため2階の一般開花まで子供の声が響き利用者から苦情が出ることもあった。子供図書館本の森の延べ床面積は262平方メートルに拡大したものの増書数は2から3万冊とあまり増やさずカーペット式の広い。 お話の部屋を設けるなどゆったりした設計にしている。廃下図書は幼児から小学生向けの絵本、児童書に加え、子供向けに書かれた郷土資料もある。また調べ学習に使えるタブレット端末や学習席も用意している。以下の3つの公民館図書室は中央図書館の利用カードと共通で利用でき、図書館資料の貸し出し、返却を相互に行うことができる。 1889年9月9日に、日立府中藩の藩士の息子で、石岡神城高等小学校の2代校長であった、手塚翔太郎が校長室の一角に、石岡書籍館として設立した。この図書館は、手塚の施設図書館であり、茨城県発の図書館でもあった。図書館ではなく、書籍館の名を採用したのは、1872年に開館した、 書籍館にちなんだと茨城県立歴史館の桜井、明は推測している。開館後、時期は不明であるが、石岡図書館に解消している。1898年発行の茨城県学時第2年法では、石岡図書館の名で、茨城県唯一の図書館として掲載され、当時は和館書2306冊、洋書32冊。 年間268日開館し、535人の閲覧人があった。1901年に、平野松次郎が編集した、石岡繁盛記では、以下のように述べ、石岡図書館は褒めたいたている。この種の設備あるは実に外町市民の着替えを牧するに、たり、またかすかの美挙というべし、平野松次郎編、石岡繁盛九1923年になると、 調律への遺憾が議論され、2月に石岡調律図書館となる。同年4月16日に石岡町議会に町立遺憾が上進され、5月22日に認められた。当時の石岡町長が石岡書籍館創設に協力した石原彦兵、助役が手塚であり、学生発布50周年記念として調律遺憾を提案したのであった。しかし、 当時の石岡町役場職員はわずか9人しかおらず、図書館に1000職員を置くことはできず、職員補給手当はゼロ円であった。その後1935年頃には西洋寺内に移り、1940年代には石岡国民学校の職員室廊下に図書が保管される状態となった。戦後はまず1946年に1週間をかけて、 軍国主義的とされた図書を焼却処分し、1948年5月には、上中山入り口の母子寮に移転したが、母子寮であったため、男性にとっては利用しづらくなった。1952年頃に、石岡町役場の一角に移転し、1954年2月11日に、石岡町が市政を施行したのに伴い、石岡市立図書館に改称。 石岡市公民館の一室に移転した。1955年、長年の悲願であった、1 0 0人の職員が1名配置され、1956年11月には、私立図書館が主催して、第1回読書感想発表会を開くなど少しずつ、事業が拡大していく。1963年8月には、巡回文庫を始めるなど順調な運営であったが、 1966年10月に公民館が石岡市民会館建設のために取り壊されることになり移転を余儀なくされる。移転先は文部省から危険校舎として指摘され使われなくなった石岡市立石岡小学校の五号館で2室の普通教室を改造して開設された。文化事業も活発化し1972年夏からは 第2土曜日にレコードコンサートを開き、1973年5月15日には、第1回合同読書会を市民会館で開催した。1976年3月、石岡市は石岡市総合計画を策定、初めて図書館として独立した建物の建設計画を示した。そして、非正施行25周年記念として図書館が建設され、 1980年4月17日に関係者170名が集まって春高式が挙行された。同年より小学校低学年を対象に読書感想文ならぬ読書感想画の募集を開始し、学校単位で選抜されたものの中から入選作を決定した。1989年、石岡書籍館会館から100年を迎え、 同年11月4日から11月12日にかけて創立100周年記念事業が催された。この頃には図書館を拠点に活動する団体は12に上った。2005年10月1日に石岡市が新張郡八里町と合併し、新しい石岡市が発足したのに伴い、石岡市立中央図書館に改称された。また旧矢町にある中央公民館図書室に、 図書館システムが導入され、2006年7月1日より、中央図書館とオンラインで結ばれた。2017年4月1日、中央図書館の脇に独立した建物を、持つ子供図書館ボーンの森が開館した。館名は、石岡市内の小中学生からの公募で選ばれた。3月29日に内覧会、4月1日に開館式と、 東直子による記念公演が開催された。2019年には図書館開館130周年を記念して、茨城県出身の小説家であるデクネ達郎による記念公演などが開催された。石岡市立中央図書館創立130周年記念誌も刊行されている。ありがとうございます。